はい、皆さんこんにちは、こんばんは、ルルシです。本日はですね、ゲンミックさんとの、イベント動画を撮っていきたいと思います。毎回ね、 YouTuber 同士で対決というのがね、おなじみのゲンミックさんですけども、今回はモンストの重心祭対決でございます。30連みんなでしていって、そこでレアリティの高いモンスターがより多く出た YouTuber が勝ちということになっております。はい、で最下位はもちろん罰ゲームが待っております。で、私の罰ゲームは激辛カレーペヤングを食します。はい、なのでね、できれば最下位は逃れたいが、しかし最近私のね、モンストのガチャ運だいぶ悪いです。なのでこれを機に打開したいと思います。はい、でゲーミックスさんの詳しいね、イベントの詳細は下の概要欄に URL がございますので、ぜひご覧ください。ではね、早速30連していきますよ。で、私はちょっとこのロビンフットも気になりますね、この新キャラのね。で、アグナムート X、 そしてウリエルが欲しいので、ちょっと引いちゃいますよ、もう早速。では最初の10連目参ります。はい、私のガチャ運戻ってこい、ストライクショット。はい、10連目ですね。お願いお願い、もうお願い、最下位はお願い、登りたい。お、早速来た。これはこれはどうだっけ、これはこの子どうだっけ、なんだっけ、なんとか静か、なんとかなんだっけ。はい、止まって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 、止まろう、そろそろ止まろう。はい、とりあえずよかった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 。静か御前さんですね、星5でした。はい、とりあえず10連目このような結果でございます。星5が1体ですね。はい、では早速20連目参ります。ロビンフットかアグナムテックスちゃん、いでよ、来い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 、よかったー爆死ではなかったー。止まれ止まれ止まれ、やばいやばいやばいやばーい。はい、次参りましょう。はい、次最後になりますね、30連目やります。お願いしますお願いしますお願いします。うえっ、どや、お願い、一体は悲しい、お願い、待って、おお、みんな怖い、あれあれとか、あー、待って、ちょっと待って、なんでロミオさんが来た、ちょっと、ロミオさん好きだけど、イケメンで、じゃあ、ちょっとこの子は進化させる？ロミオさん。あ、これじゃない、これじゃない。間違えはい。はい、ちょっとじゃあね、見ていきましょうか。はい、ってなわけで30連の結果ですが、ちょっと待ってくださいね。まず、ロミオさん、ロミオ様が、イケメンロミオ様が出てくれました。そして、ちょっと待ってくださいね。見落としがないように。これなんだ？これ関係ない。はい、ごめんなさい。次、静か御前か。静か御前さんか。ロミオと、静か御前さんが、はい、来ました。美しいですね。なんかちょっと春っぽくていいじゃないですか。いいじゃないですか。はい、てなわけでちょっとこれでね、ちょっとゲーミックスさんの方で点数が集計されて、結果発表がありますので、皆さんお楽しみにしてください。まああんまり芳しくない気がしますけどもあんまり芳しくないですね。はい、ちょっとなんだろう、なんかパッとしないガチャでしたねなんか私なんだろう、
なんでこのタイミングでロミオさんと静か御前、まあいいんですけど、静か御前さん持ってないし、うん。はい、ってなわけで私の結果は星5は2体でした。他は星4ですね。はい、はい、じゃあ結果の方を楽しみにしてください。はい、今日もね最後まで動画をご視聴いただき誠にありがとうございます。では次の動画でまたお会いしましょう。またね、バイバーイ。最後まで動画をご視聴いただき誠にありがとうございます。私の Twitter、LINE の公式アカウント、 LINE ライブのお友達登録もぜひよろしくお願いいたします。動画の概要欄に URL がございますのでぜひご覧ください。 YouTube のチャンネル登録もお待ちしております。では次の動画でお会いしましょう。またねー。